ジェレミー・タイラーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロバスケットボール選手。BJ リーグを経由して、NBA ドラフトで指名された初の NBA 選手である。サンディエゴ高校を在学中、スーパー高校生と呼ばれる活躍を見せる。有名大学から誘いを受けるも、高校を中退して、イスラエルのマッカビハイァと、プロ契約。 2010年の NBA ドラフトで指名が確実と言われる中、2010年、BJ リーグの東京アパッチに入団し、33試合に出場。1試合平均15.4分出場し、51.7FG% で9.9得点、6.4リバウンドを記録。2011年の NBA ドラフトの2巡目で、シャーロット・ボブ・キャッツに指名された後、 ゴールデンステートウォーリアーズに交渉権が譲渡され入団。2012から13シーズン途中の2013年2月にトレードでウォーリアーズからアトランタホークスに移籍した。2013から14シーズンはニューヨークニックスで17試合に出場。1月28日のボストンセルティックス戦で キャリアハイの17得点したが、シーズン終了後にサクラメントキングスに放出された後に解雇された。2014から15シーズン開幕前に、ロサンゼルスレイカーズのトレーニングキャンプに参加するも解雇され、直後に賛成ドラゴンズと契約。2015から16シーズン開幕前も、ヒューストンドケッツのトレーニングキャンプに参加するも解雇され、再び中国に渡り、 福建スター・ジョンズと契約した。ありがとうございます。